新姫君は、香港のカトリック教会の名誉司教、数期教及び、サレジオ会師。2002年から2009年まで、カトリック、香港教区司教を務めた。上海市出身で幼少時は、上海に住み、12歳で、サレジオ会の修道院に入った。1949年に、中国共産党が政権を取った後、 修道会は学校を経営する権利を失った。ため香港のカナン大修道院に移り、後にイタリアのトリノのサレジオ大学で学び、1961年2月11日にトリノで司祭に除外された。1976年から1978年までの間、マカオサレジオ中学校で校長を務めた。 1986年から1989年までの間は、香港語工業学校の院長の職に就いた。1996年10月20日に、カトリック、香港教区共同司教に任命され、同年12月9日に、小ぶり中枢機教により、司教除会を受けた。2002年9月23日、前任司教の小ぶり中枢機教の司教を受けて、 香港主教の職を受け継ぎ、同年10月20日に着座した。陳ン枢卿の主教坊2006年3月24日、教皇ベネディクト16世により、枢卿教に任命された。陳ン枢卿、ゆかん主教と香港教区の聖職者、陳教は、カトリック教理で、香港基本法、第23条反対の運動を展開し、彼は、 特別区政府が草案を白紙にしないのは市民を愚弄しているとした。その後、彼は香港のカトリック神徒の街でのデモを多く動員し、かつ2003年7月1日に自らビクトリアパークでデモ前の祈祷会を率いた。多くのカトリック神徒が彼の呼びかけのもとにこのデモに参加した。2004年6月3日、すなわち天安門事件15周年の前日の夜。 香港教区は民主、中国という名称の活動を開催した。陳主教は、香港は今まさに一つの血を流さない天安門事件の鎮圧を受けており、銃や戦車はないが頑固な一派が、民主派が香港独立を支持しているとありもしないことで非難し、香港市民が普通選挙を討論するのを阻止していると語った。この言葉は、 中国共産党の政府要人の猛烈な批判に遭い、薄木博白井は、さらに彼を、不愛共不愛国と指弾した。2004年7月1日に彼は再び、ビクトリアパークでデモ前の祈祷会を主催したが、デモには参加しなかった。2005年11月3日、バチカンから香港に戻って、後に、陳司教は、香港市民は、 聖改め方案を支持するかどうかの決定権を持っているとし、政府は、香港全住民の身にを、超、押すべきであるという態度を公然と表明した。また、公然と信徒に12月4日のデモへの参加を呼びかけた。聖改め方案が否決された後に、政務史市,市長元とし、人志のなさしの批判にあった。2004年、教育局は、 香港教育制度改革で、俗に言う、広本条例の管理政策を導入し、香港中の学校に2009年より前に、法人組織管理委員会の成立を要求した。地議司教は強く反対したばかりでなくさらに政府を告発し、もし政府との訴訟で敗訴したら、教区は、部分的な学校を主催する権利を放棄することも、あり得ると公言した。 2006年1月初めに2名の教師が相次いで自殺した後、彼は事件が教育制度改革と関連があるに違いないと指摘し、政府に直ちに教育制度改革の執行停止を要請した。一ある人が、聖十字架、カトリック墓地に掲げたチュニヒ君の政治的立場に対する不満を表したビラ1998年に香港教区共同司教になり、 教皇庁の義和団が殺害した、宣教師の劣勢を公然と指示した。その後、中国大陸の訪問を6年にわたり禁止された。中国日報を、進化者、中国政府の役人はさらに多くの彼に対する批判を発表した。香港基本法第23条の立法機関に、立法会議員の両夫花はさらに、陳氏教が、病的な信徒であるとした。 2004年5月3日、陳首強は、上海を訪問して6年間の退陣は終わったが、彼と中国大陸の関係は、なお相当悪い。この外に、陳首強は、中国共産党が弾圧する、法輪功と、全国人民代表大会常委員会が、香港特別行政区基本法を解釈する、法律等の問題で、北京の意見とは反対の論調を張った。 最初の解釈法が出た後に、当時共同司教であった。彼は、公然と政府が、無数の良い家庭を離散させたと責めた。法輪功を邪教とみなすことはできず、並びに特別区政府の法輪功の活動の抑制、等の香港人の宗教の自由抑圧を批判した。2009年5月29日のミサで、1989年の天安門事件の被害者を、 殉教者と表現し、さらにインタビューで、当時の指導者である、東昌平が虐殺を許可したことに対し、公然と非難されるべきであると語った。陳は、中国政府を、邪悪かつ強行と強く批判している。陳する卿は2008年11月に有かニュースの取材を受け、バチカン国務長官、タルチジオベルトーネスー卿が、同年4月23日に、 教皇庁が認可した90名の中国大陸の司教に手紙を送ったことを評論した。ベルトーネ枢機教の書簡は、教皇は中国大陸全部の司教が勇敢にその職務を履行して、教会の普遍性を示し、並びに政府当局との直接に相互を尊重する対話を展開することで、さらに広大な自由の空間を取得するように鼓舞していると指摘した。 彼も司教たちに団結するように促し、当局が彼らの真の自由で共に集まり、真の自由で問題を探求する権利、並びに司教助会は教皇庁が認可してから初めて進められるということへの保障を承認するよう要求した。陳数企教は、 教皇ベネディクト16世が2007年6月に中国カトリック信者に宛てた書簡中で教会の原則に触れており、教皇庁は中国大陸の司教が教会の教義を守るよう励ます必要があり、それは司教は今彼らの巻職に相応な行為を表現するべきであり、司教は英雄のような勇気を備えていなければならず、それは教会の未来が 彼らにかかっているからであると指摘した。彼は中国大陸の司教が最初のキリスト教殉教者である聖ステファノになら会うよう、拳、彼らが一切をなくすようなことはさせないという立場を表明した。2018年9月22日、バチカンは中国政府と長年対立していた司教の任命権について暫定合意に至ったと発表した。 これについて、陳は、ローマ法王朝は、中国の信者を売り渡した。絶望していると批判した。この暫定合意の内容は、詳細が明らかになっていないが、これについても、暫定合意の内容を秘密にしていることからも、相当に悪いものだろうと指摘している。なお、教皇フランシスコは2018年9月の合意の一環として、中国政府によって任命された。 死去を7人を承認した。この事態に対し、2018年10月25日に、陳彦君は、中国の体制を理解していない。この合意は中国における、真の教会の消滅につながる。私が、風刺漫画家なら、教皇がひざまずき、中国の習近平国家主席に、天国の鍵を差し出して、どうか、私を教皇として認めてくださいと言っている絵を、 描くだろう、とうと再び厳しい批判を行っている。2005年9月19日、香港の新聞貧化日報は、第一面で、陳数奇教が2007年1月に引退するつもりで、あると報道した。教皇庁の規定によれば、陳司教は2007年1月の75歳の時に、引退を申し出ることができ、引退後は、中国大陸にき学問を教えることを望んでいた。 しかし、同年3月21日、教皇ベネディクト16世は彼に、司教職に泊まるよう命じた。2008年10月、彼は、第12回世界司教会議期間中に、教皇に対して3回目の辞職の申請をした。同年12月24日に香港ラジオ局の、訪問を受けたとき、神数企教はすでに教皇の認可を得たことを示した。 2009年4月15日、教皇庁は、カトリック、香港教区司教である、新数期教の引退による辞職が、すでに教皇ベネディクト16世の承認を得たことを、宣言し、それは直ちに発行した。香港教区共同司教のゆかんは、その翌日に、カトリック、香港教区の、第7代の司教に就任した。陳飛君の英名は、上海語による、Z。 Z.in. ネキ品化日報処方、シルベて基準域、文解法全国政教委員長下本、両親、あたえ、犬杯、あたえ陳ヒ君主教団論官目的、知恵2003年2月20日、天安門事件の被害者は殉教者と香港の、陳司教、クリスチャントゥデイ2009年6月8日、カーディナルゼン、チア南面スクエアビクティムズアレマーターズ、カトリック、 カルチャーハット AB 中沢城。バチカン中国合意香港教区。元トップが批判。法王朝は信者を打った。東京新聞。 http://www.tokyo-nb.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュワールドスラッシュリストスラッシュ201809スラッシュ CK20180925-02000125.html2018 年10月21日閲覧。ユーニュース、強行庁は2008年中に 大陸司教宛ての書簡でその職務を勇敢に履行することを促す。ハット、ユーカニュース、チンビ数ン教は、教皇庁の書簡が、中国大陸の司教が原則を守るように、鼓舞していると語った、ユーカニュース、チンビ数ン教、中国大陸の司教に、この重要な時に賢明な選択をするよう呼びかける、家庭教会や、地下教会と呼ばれる、 バチカンに忠誠を誓う、非公認の協会 AFP、フランシスコ法王、数奇教が批判、中国との合意で真の協会が、消滅の恐れ。熱、ね、虚品化日報処方を知るべて記事に行名報、陳飛君妙明年上半としたい QHTTP コロンスラッシュスラッシュ神戸ドット WIKABA.com スラッシュアップルスラッシュアートメイン、PHP? イス ID イコール2千九9百 131& アート、ID イコール1215万4百二2 0 0 9年1月31日、貧乏日報、陳飛く4月耐久後進むり港耐久、香港の陳飛君ん数企業が引退、後任は、ゆかん共同司教、クリスチャントゥデイ2009年4月21日。ありがとうございます。